ルーシルバー・ハリソンはアメリカの現代音楽の作曲家、オレゴン州ポートランド出身。世界中の民族音楽を参照して出来上がる一種のワールドミュージックに近い性質を持った作曲活動を行った。12音技法で作曲したチェロとハープのための組曲も下品ではあるが、後にこの技法への敵意は凄まじいものとなった。 太平洋のロンドではフィナーレに22音技法を廃し、この技法が世界の調和を破るものとして用いられる。ジョン・ケイジとも共同作曲をするほど仲が良かったものの、ハリソンの楽天的な性格が、ケイジの遠征的な性格と合わなくなり、最終的には決裂する。ハリソンが晩年まで情熱を傾けたものが音律である。世界の様々な音律に詳しかった。 彼は世界の楽器を調律し直す創作へ徐々に傾斜していく。最も有名なのはジャワ・ガムランだが韓国の伝統楽器も調律し直して作曲しており芸風の幅は広い。舞台上のアップライトピアノを自ら調律バーを持って聴衆の前で様々に違った調律の音階を聴かせるなど聴衆の耳の覚醒すらも狙っていた。 現代音楽の保守的な空気を嫌い、その規制下に置かれない演奏家との活動を良しとした。最も有名なのは、キース・ジャレットとの活動であろう。エスペラントによる、声楽作品も多く残しており、特に、ハンニャ業のエスペラント役による、アメリカン・ガムラントが唱のためのラ・コロ・スートロが、有名。2003年、ハリソンの音楽が単独で祝われるフェスティバルへ向かう、途中、 インディアナ州ラファイエットのデニーズのレストランで心臓発作で倒れ亡くなった。ありがとうございます。